周年記念といたしまして、リトリート新しいモデルが誕生いたしました。本日はこちらの車両を紹介させていただきます。皆さんこんにちは。ダイレクトカーズ船入と申します。今回リトリートシリーズで新しい車両が出ましたので紹介をしていきます。そして今回紹介するにあたって一緒に紹介してくださるゲストをお呼びしております。お願いします。皆さんこんにちは。今日リポートさせていただきます岩田彩乃です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、リトリートが新しいモデルが誕生したということで、はい、今日はいろいろお聞きしたいんですけれども、まずは、はい、はい、早速いただけますか。早速行きましょう。ちょっとなんか純正と全然違うんですけれども、はい、これ何が変わってるんですかね。まずがライトの部分ですね。はい、これあの丸めにしております。はい、はい、そしてあのグリルの部分も、はい、はい、黒の、はい、かっこいいものに変わっております。こちらも PRD そうです。こちらもあのアウトドアチックといいますか、はい、はい、オフロード系のこう上げ系なイメージで変わっております。すごい素敵になってます。はい、ケニーさん、この色はどうなんですか。色はですね、こちらもあのオプションでオールペイントしております。あ、オールペイント、はい、人気の色ですよね。そうですね、やっぱりこういうカラーが人気なので、めちゃくちゃまとまったフロントになってます。はい、それではサイドいきたいと思います。はい、おまめな、こちらもいい感じですね。はい、あとはタイヤもオフロード仕様のタイヤになってるということなんですけれども、そして、あ、これはホイールはもしかして。はい、こちら弊社のブルームのブランドのアルミホイール16インチのシーバというものですね。16インチシーバ、はい、マットでかっこいいですね。そうですね、これもカラーがいろいろあるんですけど、はい、その中でもこう艶消しのブラック、ステルスブラックっていうもので、はい、めちゃくちゃまとまって、この辺がかなり、そうですね、仕上がりオフロードチックにここも揃えました。わかりました。外装はこのあたりが変わっているということですね。はい、それでは続きまして内装を見ていきたいと思います。はい、見ていきましょう。では早速内装を見ていきたいと思います。全体にもう木の匂いもすごい素敵なんですけれども、はい、めちゃくちゃいい感じです。あ、前にボックスがあるんですけども、これは何ですか。これはですね、今回8ナンバーで登録をするので、はいはい、8ナンバーに必要な装備シンクが必要なんですけど、はい、実はその上の蓋の部分を開けてみてください。開けさせていただきます。出てきました。はい、そうです。すごい、前にシンクがついてるんですね。そうです。はい、これもしかして引くと出てくるのか、ね、これも手前引いてもらうと、すごい、机になって使いやすいですね。ここで、はい、ここで野菜とか切ったりとかして、そうですね、前に来るだけでかなりイメージは違いますよね。はい、でここにあると実は水も、うん、はい、タンクも取り出しやすい位置になってるの で、ね、ここで水をすぐに入れてっていう形で、はい、結構使い勝手としては、うん、そういった意味では、まあ、使いやすいというふうに、確かにすごく使いやすいと思います。それではちょっと奥の方を見ていきたいんですけれども、はい、開けてみてもいいですか。はい、どうぞ。これはもしかして、これは冷蔵庫がここにあります。冷蔵庫が、はい、ここには冷蔵庫が入ってるということ で、 そうです。これは標準ですか。これは標準で装備してあります。標準で冷蔵庫がついてる、はい、しかも前についてるから本当に料理とかがしやすいですよね。そうですね、シンクの近くにあるのと、はい、あとは後ほど見ていくんですけど、はい、ヘッド展開した時にも取り出しやすかったりします。はい、こういうシンクのこのキッチン周りになっております。はい、では続きまして後ろの部分に行きたいと思います。はい、さあそれでは続
きまして、後ろの部分をちょっと見ていきたいと思います。これハイエースの標準ボディですよね。そうです。すごい中に座った時に空間が広く感じるんですけど、はい、8ナンバーで必要な装備を先ほどのように前に全て持っていってるので、はい、後ろの部分は単純にこう居住スペースといいますか、ゆったりできるスペースとして、はい、使えてます。こんなに広いなんてちょっと乗ってみてびっくりしました。ありがとうございます。ということでこれは対面式に今なってるんですよね、椅子の部分。そうです。はい、で座るときは移動の時はここに、はい、座る感じですかね。そうです。今座っていただいているところに2つシートベルトがありますんで、はい、後ろにお二人、こちらとこちら、はい、前に3名が乗って、はい、合計5人、5人乗りになっております。でこちらの椅子なんですけど、はい、ベッド展開ができるということ。そうですね、これもベッド展開ができますので展開していきましょう。ベッド展開をして、はい、ベッドを見てみたいと思うので、はい、お願いします。一回展開をして見てもらってもいいですか。はい、私がですか。はい、できるのかな。めちゃくちゃ簡単にできるのでぜひやってもらいたいです。ちょっとベッド展開初挑戦なんですけど、はい、頑張ってみたいと思います。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。早かったですね。はい、めちゃくちゃ簡単にできますので。めちゃくちゃ簡単でした。できました。ちょっと寝てみていいですか。はい、どうぞ。私160cmなんですけど、はい、十分ですね。180cmはあるんですね。そうです、180ありますので全然広々寝れますし、はい、全然寝られます。荷物は、はい、このベッドの下が空間になってますんで、はい、下に入れられるのと、はい、あとはその奥ですね。奥、はい、はい、奥に、あ、ここに空間があるから。そうです、はいはいはい、空間がありますんで、はい、ここのところにこうよく取り出す荷物とかは置いといてもらって、そうですね、はい、使うことができます。めちゃくちゃいい感じです。でもシンクが前にあるからこそできる荷物の収納ですね。そうです、そうですね。本当にこれ広さがびっくりですね。はい、ノーマルなんですね。標準でもこの広さができるのが、はい、このレイアウトの特徴になっております。はい、ということで今回、リトリートの最新モデルですね、紹介させてもらいました。いかがでしたでしょうか。いや、本当にハイエースの標準ボディでこれだけ広さがあって、ベッドも寝るのも安心できて、はい、もうこれは感動しました。ありがとうございます。はい、しかも標準ボディなので運転もしやすいかなって、はい、思いましたので、はい、皆さんにこれは中泊していただきたいなと思いました。はい、ありがとうございます。そうです、この車両ができたのもですね、はい、リトリートのシリーズ、今まで8ナンバーのものだとこうスーパーロングのサイズがメインだったんですけれども、はい、やっぱりこうちょっとちっちゃいサイズで使いたいっていうご要望がたくさんありましたので、今回この車両を用意させてもらいました。はい、楽しかったです、ね。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、そしてですね、こちらの車両がですね、東京キャンピングカーショーで7月の23日と24日にですね、東京ビッグサイトの方で直接見ることができます。はい、それは皆様ぜひキャンピングカーショーでも見ていただきたいと思います。はい、ぜひ、はい、直接見ていただきたいなというふうに思いますので、今後もですね、インスタであったり各メディアの方から情報をこうアップしていきますので、はい、
ちなみにですね、岩田さん、モタガレさんの方にも今動画が上がってるということで、モタガレの YouTube の方でもいろいろ詳しくリポートしてますので、はい、チェックしていただきたいと思います。はいはい、ぜひそちらも見ていただいて、車両に関してですね、興味を深めてもらえればと思います。はい、それではここまでですね、ご案内してきましたダイレクトカーズ船入りと岩田彩でした。はい、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、おすすめの動画や再生リストもこちらから再生できます。それでは次の動画でお会いしましょう。